クーラーの中で体を冷やすとか、セルフでできる対応はできるだけしていただきたい
いうふうにも思っています。で一応今ちょっとここにですねちょっと出てもらっていいですか、ロングの方はカダメガネかけてるカダの方がチーフで、おります。皆さんのマップにですが、コース全体から言いますとスタートして、3番までのところは下りになります。かなりの下りになりますので、そこから、4番から、ウグイスジェアの、手前6番のところまではかなりの上りになります。そこら辺で材料をしっかりしておいていただいて、その後ウグイスジェアできちっと休んでいただいて、そこから、和解の里までは下りです。基本的にで和解の里の、11番から18番までのところはほぼ平坦です。でそこから最後に言いましたように最後50キロのロングキルクライムになっていくということになります。でミドルの方は、ゆかり感というところがありますね。そこでしっかり休んでいただきたいと思います。その後かなりの上りになります。かなりの上りで掛け合いの方に、24番を超えていくことになりますので、ゆかり感でミドルの方も必ずしっかり休んでください。そこをちょっと急いでしまうとかなり体力を消耗することになると思いますので、ペースタイムをしっかり持って、走っていただきたい、このように思います。一応これでまあ全体の方は、説明を終わりますので、くれぐれも何度も言いますけれども、交通規制していませんので道路交通法にのっとったサイクリングをしていただきたい、ということをくれぐれもお願いしたいと思います。それと、歌をお願いしたいということと、それからライトは必ずつけるようにしてください。暗いところがあります。ドライバーの方が見えないということがありえますので、そういったことは、自らの命を守るためにも必ず行っていただきたいというふうに思います。僕からライトです。よろしくお願いします。では次、神戸君さんお願いします。はい、おはようございます。次の場合、僕の名前と申します。ということは後ろの方に並んでいただきたいというふうに思います。で一斉スタートではありませんので、順番に出していくと、どうしてもすぐ50秒ですから順番スターターは飯南町観光協会副会長森島勇が務めます。よろしくお願いいたします。それではよろしいでしょうか。スタートお願いいたします。頑張れ、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、気をつけて、いってらっしゃい。進んでるときは各自責任を持って出るようにしてください。お願いします。いってらっしゃい、気をつけて、いってらっしゃい、いってらっしゃい。はい、気をつけて、いってらっしゃい。貧乏貧乏山根ひよりさん、安井雅子さん、はい、お願いします。安井健人さん、はい、お願いします。元常俊弘さん、はい、ありがとうございます。後藤さん、揃いました。じゃあこれからショートも出ますんで、すいません、お気力お願いします。
それではご協力お願いします。じゃあ集団走行で行きますんでね。あ、ちょっと待って、山田さんいいですか。じゃあ皆さん、のんびり走行してください。よろしくお願いします。今日も集団で行きますんでね、ちびれそうだったらまた小野さんに声かけるだけしていただければと思います。よろしくお願いします。決勝もスタートします。頑張って頑張って頑張れ頑張って頑張れ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 。自転車がなくなった。自転車がなくなった。これ自転車ぶら下げるけど。今目線がちらっと電車何かに50万くらい折りたたみのやつだったら折りたたみのやつだったら
ってんの電車に買ったらここまで登ってこなきゃいけないと思うんでは大丈夫、補助輪つけていく補助輪補助輪つけていく車の後ろで引っ張ってるのあ、車の後ろであれでおやつ食べるかお腹空いたねはい、ありがとうございます休憩して。